どうもこんにちは。今回はですね、カービングというものをご紹介したいなと思います。これが普通の革なんですけども、これは3ミリ厚の革ですね。これは何の変哲もない普通の革なんですが、これにですね彫刻を施すことをカービングと言います。専用のナイフでですね模様を彫ったり、あとは、こういった刻印棒を使って刻印をどんどん打っていくっていうのをカービングっていうんですけども、これがねやったらすごく面白いんですよ。結構ですねハマってしまう感じなので、今回これをご紹介できればなと思います。でですね、まあ彫刻っていうだけあって、ある程度革の厚みが必要になってくるんですけども、まあ多分2ミリから3ミリぐらい厚みがあった方がいいんですかね。だいたいこの刻印棒はですね1本400円から600円ぐらいですかね、するんですけども、例えばですねこちらは X501 っていう刻印棒ですけども、これ何番だったかな、何番か忘れちゃったんですけども、見てお分かりの通りこっちが大きい模様で、こっちが細かい模様、こっちが細かい模様ですね。できる模様は同じなんですが、大きさが全然違うのが分かるかと思います。でですね、これをまあこうどんどん打っていくっていう作業なんですけども、結構ねこの網目模様、これはですね編み込んだような模様を作るためのものなんですが、結構地道なんですが、やってみると意外とハマるっていうものです。でですね、まあ、早速ご紹介したいなと思うんですが、このカービングをする前にですね、まずこう革を濡らしておくっていう必要があります。で革を濡らすことによってこの表面が柔らかくなってこう刻印打ちやすくなるっていう感じなんですけども、じゃあ実際にですね革を濡らさなかった場合、濡らさなかったらどうなるのかっていうのをちょっとやってみます。普通にまずは濡らさずにやってみます。ちょっと今適当に打ちますけれども、この刻印棒の後ろのお尻の部分ですね、お尻の部分を木槌で打っていくような感じなんですけども、いきます。こんな感じ、わかりますかね。濡れてないとあんまりですね模様がつかないんですよね。なので、革をちょっと濡らしてみます。まあ、濡らし方はいろいろあるんだと思うんですけども、僕はですねこういうメラニンスポンジ、これに水を含ませてそのまんまやってます。革全体を濡らさないとムラになっちゃうんですけども、今回は試しにやるだけなので、まずとりあえずここだけでいってみます。わかりますかね。濡らした方が濡らしてないものよりもしっかりと刻印できているのが分かるんじゃないかなと思います。でですね、実際にじゃあここで余ってる革があったので、ここにちょっと刻印を打ってみたいなと思います。で刻印のやり方なんですけども、まずですね先ほど言った通り革を水で濡らします。こんな感じで濡らしますね。こんな感じで均等に濡らします。濡らしたらですね、まずこのままですね適当に打っていくとどうしてもラインがずれちゃうので、一回ですねラインを引きますね。これも何でもいいんじゃないかなと思います。こんな感じでラインを引きました。でこのラインに沿ってどんどん打っていくっていう感じになります。まずラインにこの端っこを合わせて打ちます。そしたらこの端っこありますよね、この端っこに端っこを合わせる感じです。できました。今度はですね、ここですね、ここの端っこに合わせて置きます。で、こっち側はこのラインに沿った状態にしますね。これをひたすら永遠やっていく感じです。
でこうやってやっていったらですね、今度はここの端っことここの端っこがありますよね。これを合わせて、まだですね不慣れなので結構斜めったりとかするんですけども、上手にできるとほんとまっすぐになるみたいですね。こうつながってるような感じになったの分かりますかね、編んであるような。そしたら今度はここの端っことここの端っこっていう感じで打っていきますね。こういう感じでどんどんやっていきます。で、皮が乾いてきたらまた濡らしてあげてっていう感じですね。うん、こうやってもう一回ラインを決めようとするとずれてるのがすごくよくわかるんですけども、今度はちっちゃい方でやってみますね。こんな感じでですね、同じようにずっと打っていきます。これもう本当ね、集中力との戦いなんですけども、でもハマるとね、面白いんですよ、これ。で、打ってるとこう皮にですね、こう皮にめり込んでいく感じがですね、結構気持ちよかったりします。こんな感じでですね、どんどん編み目模様を作っていくっていう作業ですね。このですね、端っこの方はどうするのかっていうと、それはですね、もう人それぞれの好き好きだと思うんですが、例えばこんな感じの半分の円形みたいなやつですね、花柄みたいになってるんですが、それをですね、こう周りに打ってあげたりとかするとまた感じが変わってきます。ちょっとやってみますね。どうでしょう、とりあえずこんな感じでやってみましたが、こう編み目を囲うような模様をつけたりもできますね。結構ですね、この刻印棒っていうのがいろいろあって、例えば今半分の輪っかが半分の花みたいなのがありますよね。この横にですね、この丸い太陽じゃないですけど渦巻きマークみたいなものをこう一箇所ポンポンと打ってあげると、今こっち側反対で打ちましたけども、どうでしょうか、こんな感じでなんかアクセントになりますよね。っていう風に、なんて言うんでしょう、この刻印棒をいろいろ組み合わせてもう自分の好きな感じに模様が打てたりとかするのが、このカービングっていうものの魅力なのかなと思います。あとはですね、こういう風にまた線を引いて、わかるでしょうか、こんな感じでですね、今もうですねだいぶ適当に打ったので、ここはちょっと下手なのは気にしないでもらいたいんですが、こうなんか凹凸ができたの分かりますかね。凹凸ができて、なおかつちょっと、若干の模様が入ってるんですね。これがですね、自在にできるようになったらすごく面白いんじゃないかなと思います。多分ですね、皆さん
世の中にあるレザー製品なんかでこういう風に模様がついてるのって見たことあるかと思うんですけども、実はですねこんな感じで作ってるということですね。で実際ですね今見てお分かりになったと思うんですが、こういった網目模様を作るのって、見た感じではすごく難しそうですよね。なんですけど実際やることは結構単純で、これでどんどん打っていくとうまいことですね集中してやれれば、こういった感じの面白いものができるのがカービングの魅力なんじゃないかなと思います。こういった模様だけではなくて、実際にですね自分でこう川に絵を描いてそれをこうなぞって掘っていって、こういう風なものでぼかして彫刻できるっていう、そういったことができるのも魅力です。実際にですねこういったカービングを川全体に施してあげて、作ったものっていうのが何個かあるので、またですねご紹介できればなと思います。ということでまた次回に